皆様こんにちは。今日は、昨日と打って変わるほどでもないですけれども、雨の降らない、になりました。はい、というわけで、今日もマルタヤクルーズリーコンサートを開催したいと思います。土曜日から始まりまして、土日月火で今日で、4日目のプログラムで、明日は定休日でお休みので、このプログラムで一つインターバルという感じでございます。はい、今日は、これから弦楽三重奏で演奏を、していきたいと思います。まずメンバー紹介していきます。ビオラ、三木しげみさん、チェロ、三木久夫さん、三木ずるでバイオリン演奏いたします。どうぞよろしくお願いします。はい、今日の、コンサートのプログラムは、2つのシャコンヌということで、シャコンヌって、何ですかっていう方も多分いらっしゃると思うので、簡単に説明しますと、ヨーロッパの、ちょっと昔の踊りの曲ですね。三拍子の、踊りでチャコーナーと言ったりシャコンヌと言ったりいろいろするんですけれども、今は踊りの曲というよりは、クラシックのいろんな曲の中の、一つの、ジャンルといいますか、いろんな、複数の楽章のある曲の中にシャコンヌが入ってたり、いろいろ、するんですけども、今日はその、中でも特に、一応シャコンヌといえばこの人でしょうみたいな、バッハの、無伴奏バイオリンパルティータ第2番の、中の最後の1曲になっております。シャコンヌと、そしてもう一つ、バッヘルベルという人の、シャコンヌを演奏したいと思います。この2曲どちらとも、この弦楽三重奏のための曲ではなく、バッヘルベルの方は、オルガンのための曲ですし、バッハの方は、バイオリン1本で弾くための、曲なんですけれども、はい、というわけで、まず最初に演奏しますのはバッヘルベルが作曲しました、シャコンヌ、2短調を演奏いたします。先ほども言いましたように、もともとオルガンのための曲なんですけども、皆さんバッヘルベルって言われて、なんか あの有名な曲の作曲家っていうのが思い浮かぶ人いらっしゃいますか？ちょっと、ああ、いらっしゃいますか？バイオリンとかをね、習ってる人は必ずと言っていいほどバッヘルベルの、カノンを演奏することになります。代替しています。超有名な曲で、この中で山下達郎知ってる方、山下達郎の、クリスマスイブ知ってる？ああ、結構いらっしゃる。中にそのバッヘルベルの、カノンのね、テーマがちょっと入っているという、そんな感じのバッヘルベルさんですけども、じゃあ、カノンの他にどの曲が有名かって言われると、なかなかこう2曲目3曲目言える方も少ないかなと思うんですけど、今日はこの、シャコンヌ2短調聴いていただいてね、そんな曲もあるんだと覚えていただけたら嬉しいです。どうぞお聴きください。Thank you.
わけで1曲目に演奏いたしましたのは、パフ・ヘルベル作曲のシャコンヌ2短調でした。オリジナルは、オルガンのための曲ですのでね、YouTube にも、ちゃんとしたオルガンバージョンがありますので、聴いていただけたらなと思います。そして、次に演奏いたしますのは、バッハが作曲しました、無伴奏バイオリン、パルティータの中の、シャコンヌです。本当は、無伴奏バイオリンソナタパルティータというだけあって、バイオリンたった1本だけで演奏するようにもともとの曲は書かれているんですけれども、いかんせん、大変難しい、バイオリニストの人もこの曲を、ね、弾くのが、ある意味こう、目標といいますか、こう一番こうトップの、ね、目標みたいな曲なんですけれども、3人いればなんとかなるだろう1人では難しくても、3本の矢ではありませんけれども、3人いればなんとかなるだろうということで、これはたまたまこの三宮の方にですね、ご存知の方もいらっしゃるかもしれません。神戸楽譜さんという楽譜屋さんがありまして、そこに、こう人知れず、うずもれていたこの楽譜をですね、発掘いたしまして、機会があればやってみようということで、今回、さっきの、パフェブルのシャコンヌの方は先に演奏したことがあるんですけども、あれを、やるならこれも一緒にやりましょうかということで今回取り上げさせていただきます。先ほどの曲は多分演奏して5分ぐらいの曲なんですけれども、こちらのシャコンヌは、全部で多分15分ぐらいの、長さがあります。切れ目なく15分ぐらいずっとぶっ通しで演奏いたしますので、皆さんも、お疲れになりませんように心して、聴いていただけたらと思います。
けで、2つの社交を、楽しんでいただけましたでしょうか。ありがとうございます。今度は、同じテーマを、短い、最初の、通奏低音の主題が、ずっとこういろんなパターンを両替、品を替え、続いて、いくっていう曲なんですけども、いろんなシャコンヌがありますけれども、このバッハの、無伴奏バイオリン・パルティータのシャコンヌが、一番、なんていうんですかね、もう本当にこうシャコンヌでできることをやり尽くしてるみたいな感じの、長調までいっちゃうみたいな、そんな感じの、非常に、中身が濃い曲ですけれども、これも、輪曲はバイオリン1本だけで演奏する曲ですので、皆さんね、まあ、YouTube にもありますし、世の中のいろんなコンサート、行きますと、大体、著名なバイオリンの方が、伴奏リサイタルみたいなことを、ね、してると絶対この曲入ってますので、そういうところで、本物を聴いていただきたいと思います。はい、でもやっぱり曲がすごいから、皆さんこう作曲する方はこれをなんとかこうオーケストレーションしたいとかいろいろ湧くんでしょうね。斎藤記念ではオーケストラでやってますし、なんか弦アンサンブルでやってるのもあるし、いろいろです。この中でピアノが弾けるという、ピアノちょっと弾けますよ。あ、じゃあブラームスが左手だけでシャコンヌ弾くバージョンを作って片手でやるか、これをと思いますけれども、はい、まあ、そんなこんなでとりあえず、まだ1時間ぐらいのコンサートと思ってますけれども、あと30分ぐらいお時間ありますので、ここからは、ちょっと重たい曲をね、今2曲聴いていただきましたので、残りはお楽しみタイムにしたいと思いますので、クラシック名曲イントロドンでいきましょう。はい、皆さんも、ぜひね、一緒にご参加ください。どんな曲が出てまいりますか。イントロドンの、ルール、説明いたします。最初に、3回やります。最初に、本当にイントロドンなんで、最初の1音目だけバンってやります。で、何でしょう。はい、ここで分かった方は、相当クロートと言いますかね。はい、では、次は、2小節ぐらい、1小節ちょっとぐらい弾きます。ぐらい弾きますの でそこで、ヒントを出します。多分何もないと多分わからないので、誰々の、なんとかっていう曲の中のどれでしょうみたいな感じのヒントを出します。で、何番だと思う人はみたいな感じでいきますの で最後、皆さん手を挙げていただいたら、1曲全部通して答え合わせみたいな感じでいこうと思います。では、1曲目いきましょう。はい、この時点でなんかピンときた方、ちなみに、都庁長の和音ですね。都庁長の和音が頭からボンと出てきました。はい、何の曲か、あ、まださすがに手上がりませんね。はい、曲名が分からん。曲名が、なんかでもこのイントロ聞いたことあるなみたいな。はい、はい、あ、答え言っちゃダメですよ。はい、じゃあ、次の、小説の頭ぐらいまでいきます。はい、ここまででございます。なんかこうピンときた方、あ、ピンときた方いらっしゃいます。では、ここで、ヒントタイム3択です。ちなみにこの曲はブラームスが作曲しました、ハンガリー舞曲です。ただし、ハンガリー舞曲、全部で、20曲ありますので、20択になってしまったら、多分皆さんなかなか当たらないと思うので、3択にします。ブラームスの、ハンガリー舞曲の5番、6番、7番の中から選んでもらいましょう。では、ハンガリー舞曲の5番だと思う。お、手が上がった、手が上がった。じゃあ、ハンガリー舞曲、6番だと思う人。手が上がらない。上がりました。ハンガリー舞曲の、第7番だと思う人。お、7番も上がった。ありがとうございます。では、ちなみに5番は、はい。では、答え合わせをいきましょう。最後まで演奏いたします。どうぞお楽しみください。
ハンガリー舞曲の第6番でございました。はい、これで次のテストに出ますので、20曲ちゃんと、全部練習して、ね、はい、どんどんいきましょう。第2問いきます。2問目です。はい、次はまた曲奏がちょっとガラッと変わります。以上だけです。はい、これもまたね、な感じですね。はい、ちなみに、この曲は大変有名な、旋律がこの後出てきますので、それを聴いたらあって思うと思うんですけども、その前にこんなに長い前奏があるっていうのはなかなか知らない人が、多いんじゃないかなと思います。はい、ちなみにもうこの時点でピンときた人、ちなみに、フラットが2つだから、ベーグは、変路長調ですね。はい、変路長調。はい、まだちょっとお、ピンとした人もいるかもしれません。シゴリネルワイズではないですね。お手つき1回でございます。はい、それでは、一小節ちょっと、聞いてみます。ここもこれもここで3択出します。ちなみにこれを作曲したのはチャイコフスキーです。チャイコフスキーの、チャイコフスキーといえばバレエが有名ですね。白鳥の湖、眠りの森の美女、クルミ割り人形、この3つが、ロシア三大バレエと言われております。チャイコフスキーの有名な、バレエなんですけども、その中の、ワルツです。はい、白鳥の湖のワルツか、眠れる森の美女のワルツか、くるみ割り人形のワルツか、花のワルツですね。くるみ割り人形だったらね。はい、さてどのワルツでしょうか。では3択いきます。白鳥の湖のワルツだと思う人、眠れる森の美女のワルツだと思う人、お、くるみ割り人形の、花のワルツだと思う人、おお、花のワルツで上がりましたね。さあ正解はどれでしょうか。はい、有名なメロディーが、出てくるまでが長いです。では最後までお聴きください。
解は、眠れる森の美女のワルツでした。はい、ディズニーの映画の眠れる森の美女、この中にも、ご覧になられたことある人もいるかもしれませんけれども、その中で、オーロラ姫が、なんとか夢に似たら優しいあの人が、この、あれはディズニーオリジナルの曲ではなくて、チャイコフスキーのこの曲から、メロディーを取って、作られているということで、これ一つあのトリビア豆知識を覚えて帰ってください。はい、いよいよ、今回の、コンサートの、次の曲が、最後の、1曲となります。最後のイントロのです。お時間も結構いい感じになってきました。一回チューニングをさせてもらっていいですか。最初の1音だけ演奏して、またちょっと演奏して、最後に全曲演奏するという感じでいきたいと思います。まずは、1音目どうぞお楽しみください。はい、なんかこうすごい結構ギョっていう音で始まります。今までの、感じとはまた全然違う曲のスタートだったと思いますけれども、この時点でなんかこのすごいジャーっていう音なんか聞き覚えあるなっていう方、まだこの時点では出上がらないですか。はい、では、2小節いきます。はい、ここまでいくとなんか聞いたことある、なんかわかるかなっていう人、ちなみにここで、また3択出します。はい、この曲はあどうぞ誰かな、どうでしょう。はい、ここででは、3択出していきたいと思います。ベートーベンの交響曲の、中の、第4楽章の冒頭です、これは。はい、では、ベートーベンの交響曲、皆さん何曲あるか、ご存知 の方いらっしゃいますか。ちなみに9曲ですので、はい、これもテストに出ますから、ぜひね、履修して帰っていただきたいと思いますけれども、9択にすると多分ね、ちょっとしんどいと思うんで、有名な、愛称がついている曲の中から選んでいただこうと思います。はい、ベートーベンの、愛称がついている有名なやつといえば、3番、ナポレオンに捧げ損なった英雄。で、運命は扉を叩いているかもしれない運命5番、そして、合唱がついているので合唱付きという名前がついている第9番、まあ、第9って言われる方がヒントくるかな、第9。はい、この3つの中から選んでいただこうと思います。では3番英雄だと思う人、じゃあ5番運命だと思う人、じゃあ9番第9。お手がいっぱい上がりましたね。では、正解を引こうと思いますが、全部引くとね大変だなので、ちょっと皆さんお帰りの心配をしなくてはいけないので、ギュッとショートカット版で、はい、ちっちゃくちっちゃくまとめましたので、どうぞお楽しみください。
お時間ある方はぜひお帰りになってから、全曲、ね全部聴いていただいて、お楽しみいただけたらと思います。というわけで今日のプログラムはこれで全部なんですが、あと、10分ぐらいお時間あります、ちょっと余りました。なので、もうちょっと聴いて帰ってもいいかなっていう方が、ありがとうございます。また新しいアンコールをおねだりをさせていただきましたけど、今日皆さんお集まりいただいた、お礼に最後にもう一曲だけ演奏したいと思います。シャコンヌを弾きましたバッハの、作りました、主よ人の望みの喜びを最後に演奏してお別れにしたいと思います。どうもありがとうございました。